皆さんこんにちは、朝パンチャンネルのお母さんです。今日はね、むっちゃんに内緒でとあるものを買ったんですね。で、サプライズ的な感じで渡したいなと思って、なんか、荷物が届いたんだけど、こうやってね、猫ポスでヤマトの袋で届いて、実はこれむーちゃんが受け取ったの。でも猫を見ないとわかんないけど、こっち側に伝票宛名みたいのが入ってたんだけど、多分見ても何が入ってるかわかんないと思って、むーちゃんが次これ何頼んだのって言ったから、お母さんのパックだよ、顔につけるパックとか言ってごまかしたんですけど、ちょっとね、どうやって渡そうかなと思って、ちょっととりあえず何を頼んだか開けてみたいと思います。開けてみます。じゃん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 、ドヌクさん、ウームのショップでこのドヌクさんの缶バッジを買ってあげたの、内緒でね。1個は持ってるんだけど、この間作ったなんだっけ、板場、アクスタのもいいんだけど、アクスタのやっぱ使った後に並べ替えるのがめんどくさそうでかわいそうだなと思ったんで買ってあげました。で、このウームのショップのこの缶バッジが1回に5個までしか買えないの。だからこっちにも同じのが5個入ってます。とりあえず10個頼んだのよ。どうやって渡してあげようかな。ちょっと早いんだけどさ、クリスマスツリーにさ、さっきの缶バッジをさつけてさ渡してみようかな。そうしよう。決定。じゃじゃーん。とりあえずね、10個買ったのでクリスマスツリーにくっつけてみたのでね、なんかちょっとほらクリスマスっぽい形もつけてみたんだけど、結構可愛くない？これをね、もてにサプライズで渡したいと思います。どんな反応をしてくれるでしょうか。開けていい？何してるの？整理整頓。最近ちゃんと整理整頓してる？屋敷だった部屋からセリフェードしてる？ちょっとさ、目つぶって待ってて。ちゃんとだよ。ではこちらのツリーを渡していきたいと思います。目つぶってる？まだだよ。目開けていいよ。缶バッジ買ってやったよ、10個。マジで？見てみ、全部。ってびっくりすると喋らないので、ね、ツリーはまだちょっと早いから一回片付けよう。嬉しい？嬉しい。なんかもう嬉しそうじゃないの？嬉しい。嬉しい。今日さ、受け取ってくれた荷物あるじゃん。あれに入ってたの？お母さんのパックだからとか言って。嘘つきや、泥棒の始まりだよ。だってサプライズだもん。じゃあこれで板場作れるじゃん。ってことでね、板場できたら教えて、また。アクスタのやつも可愛いんだけどさ、使った後こうやって直さなきゃいけないのが大変じゃん。そう思ってお母さん買ってあげたの。ありがとう。もう夜だからあんま大きい声で喋ってないのか。うん、そうだね、近所迷惑のちょっと困るからね。できたじゃん。イエーイ、かわいい。じゃあこれ持って、今度のさ、カラピチのさ、コラボカフェ当たるといいね。当たってください。うん、もしね、コラボカフェ当選していけたらこれで行くので、見つけたら話しかけてください。えい。そうそう、朝パンチャンネルさんさ、実はツイッター、ツイッターじゃない、 X あるのよ。あんま更新してないけど、うん。で、ハロウィンのコスプレをね、むーちゃんのあげたらね、ノアさんがリップしてくれたのね。なんか可愛い、ありがとうございます、だかなんだかリップしてくれたので、ありがとうございます。本当にノアさん、全然そのリップに気づかなくて、仕事中だったから、なんか随分とその X からついてか通知が来るなと思って、お母さん別の、 BTS 用のアカウントもあるから、それは結構通知が来るのよ、うん。でもその日はその BTS 用でも
ツイートじゃない、なんていうんだっけ、今ポストしてない日だったから、なんだよと思ったら、そう、そのノアさんが送ってくれたことにより見てくれた方が結構いたみたいで、そのむーちゃんの仮装をね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。もしよかったらフォローしてください。はい、とりあえず今日は、むーちゃんのサプライズでハマチを10個買ったので大成功でした。はい、こちらの動画もよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。以上、かわいいね、大事にしてね。